はい、皆さんおはようございました。こんばんは、キラッキーです。はい、というわけでですね、今回は、はい、上野に来ております。はい、いつもはですね、サウナ施設1つ行ってゆったりするって感じなんですけれども、今回はサウナ2つはしごしたいと思います。それでは早速行きましょう。上野ってサウナめちゃくちゃあるじゃないですか。それがゆえにいつもどこ行こうか悩んじゃうわけなんですよ。なので今回はサクッと2つサウナ行ければなと思っております。いやー、楽しみですね。というわけで1軒目のサウナは雫。こちらはもう何回も泊まったことがあるんですが、めちゃくちゃ久しぶりなので楽しみです。今回は初めてサクッと60分コースで利用してみたいと思います。やったー、37空いてます。ご来館ありがとうございます。こちらこそです。さて、準備は整いました。60分しかないので早速サウナ行ってきます。はい、というわけで1軒目しずく、60分コースでサクッと2セット入ってきました。ここは茶室がめちゃくちゃコンパクトなんですけど、その分めちゃくちゃ暑いんで蒸され散らかしてきました。あとは大浴場もコンパクトなんですけど、お風呂、水風呂、あとは整い椅子もしっかりあるんでいいんですよね。いやー、でも60分コースでも案外楽しめましたね。体拭くのとかドライヤーはめちゃくちゃ急ぎましたけど、まあ楽しめました。というわけで2軒目行きましょう。というわけで2軒目はオリ2ですね。オリエンタル3は閉業してしまいましたが、1、2は健在でバッチバチに暑くてめちゃくちゃ好きなんですよね。こちらもだいぶ行っていないので、久々のサウナ楽しませていただこうと思います。それでは行きましょう。こちらもサクッと90分コースをチョイス。90分あれば割とゆっくりできるので楽しんでいきましょう。タオルを受け取り、それではサウナ行ってきます。はい、というわけでオリ2ですね、90分で3セット入ってきました。いやー、気持ちよかった。ここは茶室がめちゃくちゃ広くて、スタジアム型の座席で熱々なんですよね。3段目なんか高すぎてもはや天井なんですよね。あとはスタッフロウリュも受けてきました。外国人スタッフの方だったんですけど、1段目に座ってるお客さんを強制的に2段目に座らせるっていうね、温度低いから2段目座りましょうみたいな。さらに2段目に座ってる方ももう3段目に上げようとするんですよ。今日なら3段目行きますよとか言って、いや、どんだけ煽るんだよっていうね。いやー、めちゃくちゃ面白い方でしたね。あとはあのゆりかご的な整い椅子、あれは気持ちいいんですよね。ゆらゆら揺られたらもう一瞬で決まりますよ。というわけで酒飲みに行きましょう。レッツゴー。というわけでずっと気になっていた串カツ屋さんへ。こちらは激安のちょい飲みセットがあるのでサクッと飲んでいきましょう。ハイボール2杯とおまかせの串3本で550円というちょい飲みセット。まずはキンキンのハイボールで始めていきましょう。というわけでグビッと一口。くぅ、これはたまんねえな。喉をカラッカラにしておいたのでうまさ倍増、突き抜ける爽快感最高だ。ハイボールで決まっているとすぐに串が到着。左から赤ウインナー、かぼちゃ、牛、どれもサクサク熱々でうまかったな。2杯目のハイボールもグビグビいっちゃいます。いやー、やっぱりハイボールと串カツは最高だね。たまにはサクッと一人飲みも悪くないな。ごちそうさまでした。そしてお会計は550円。いやー、これはまた行ってみようかな。はい、というわけでハイボールと串カツ最高でしたね。もうだいぶ気持ちよくなったんで、あとはラーメンでも食って帰りましょうか。いつもだったら油そばを食べるんですけど、やっぱお酒飲んだ後はスープを欲するんですよね。ラーメン食べに行きましょう。締めのラーメンは上野に来るたび気になっていた担々麺が食べられるお店。今日という一日を締めくくろうではないか。
汁なし担々麺もめちゃくちゃ気になるんですが、今回はパイコー担々麺にしようかな。というわけでパイコー担々麺の辛さ普通、担々麺にしては割とあっさりとしたスープで辛さもちょうどいい。細麺との相性も良く、これはずいずいすすっちゃいますね。パイコーがちょっと小ぶりかなとも思いましたが、ご飯との相性は最高。これで1080円なら悪くないかな。お酒を飲んだ後の担々麺はやっぱり染みますね。ごちそうさまでした。はい、というわけでサウナ入ってハイボール飲んでラーメン食って最高に幸せです。あとは帰って寝るだけでございます。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。